様の満足を満たす配送センターですよと。アワーリーダーシッププリンシプルにのっとった形の質問をします。すごい。どうもシュンです。こんにちは。僕は今 Amazon Japan さんの坂戸フルフィルメントセンターというところにいます。今回の動画はですね、 Amazon さんの企業研究をできる動画にできたらなと思ってます。実際の Amazon の社員さん2名にお越しいただきました。皆さんこんにちは。 Amazon Japan の新卒採用担当の北山と申します。オペレーション部門のシニアエリアマネージャーしてます鈴木です。ミッションを説明できればと思うんですけれども、2つありまして、地球上で最もお客様を大事にする、あとは地球上で最も豊富な品揃え、これを目指しています。日本でどういうところにアマゾンがあるのか、皆さんが今日いらっしゃるのが TYO6 というふうに呼ばれている高戸にあるフルフィルメントセンターですね。一番新しいものになります。いや本当に新しい。ここ本当に綺麗です。あとでかいですね。もうインパクトがすごい。本社は東京の方にあるんですよね。本社は東京の目黒にあります。ここ以外にも全国各地に広がっています。なので昨日注文したものが今日届くっていうのがちゃんと担保されている。というのもこの一つ一つのフルフィルメントセンターの力によって皆さんの手元に届けられているのかなと思います。カルチャー的なところを説明できればと思うんですけど、今映っているのがジェフ・ベゾスってアマゾンの創設者なんですけども、彼が右手に高々と掲げているものって何だったと思いますか？愛と勇気と希望みたいな。これ実はスマートフォンなんですね。当時ファイアフォンっていうふうに呼ばれていて、たくさん投資をしてアマゾンでもスマートフォンを発売しようとしたんですけど、失敗をしてしまった事業の一つなんですね。そうなんだ。そうなんです。アマゾンもたくさん失敗します。ここでカルチャー的に現れているのが、彼が世界で一番アマゾンは失敗してる場所であるというふうに言っているんですね。新しいものを作り出すためには失敗してもいいから新しいことにチャレンジをしよう、そういう考え方を私たちはすごく大切にしてます。アマゾンリーダーシッププリンシプル OLP についても触れればと思うんですけれども、私たちが大切にしている14項目の行動指針です。カスタマーがつい何を求めているのかっていうのを考えて、それがある意味近道となって結果がちゃんとついてきますよっていう、そういう考え方をしてるんですね。そういう文化とかが社員さんの中で浸透してるってことですか？浸透してますね。普通にミーティングでも何回出てくるかわからないくらい、シンクビックできてるのとか結構使われるくらいなので、いつの間にか浸透している。多様性でもすごく大事にしてます。国を超えたりとか、大学生の中でも何々大学とかいろいろあると思うんですけど、バックグラウンドとか能力で切っていくとかそういうことはなくて、挑戦をする考えがある人を取り入れたいというふうに考えているので、そういう意味でもダイバーシティをすごく尊重している文化なんじゃないのかなと思います。いろんな部署があるんですけど、私はオペレーション部門っていうところで FC 業務をしています。 FC の中でもいろんなプロセスがあって、その中で出荷工程の業務の統括をしています。 FC の一番大きなゴールっていうのは、お客様が注文した商品を期日通りに間違いなく出荷するっていうところが私たちの大きなゴールになってます。 FC って何の略か皆さん分かりますか？フランチャイズですか？フランチャイズじゃないです。あ、フランチャイズじゃないんだ。いわゆるアマゾンの倉庫なんですけど、倉庫というふうには言わなくて、私たちはフルフィルメントセンターというふうに言いますと。それって何っていうと、お客様の満足を満たすためのアマゾン独自の配送センターですよと。お客様に対してこだわりを持っているアマゾンだからこそ付けられる名前なのかなというふうに思います。実際に FC といってもいろんな工程がありますと。一番最初に商品を入荷をして、それを荷受けしますと。そこから入荷部門の方々が棚に商品を入れて在庫化をしていくっていうような形になります。実際に皆さんがこの Amazon で何か注文しようと思ってポチって押すと思うんですけど、そうすると出荷部門のお仕事になって、購入されたものが FC にこれ出してねっていう風に指示が出されます。実際に皆さんが注文すると、何月何日の何時までにお届けしてくださいねっていう風に出ると思うんですけど、私たちはその時間に間に合うようにトラックに乗せなきゃいけない。それを日々日々繰り返しているというような形になります。アマゾンさんにはどういう職種があるんですか？
フルフィルメントセンターで働くエリアマネージャーと呼ばれる職種もあります。出荷されたものをさらに最後までお客様に届ける職種っていうのもあります。そこのオペレーションをもっと全体的に見ていくサプライチェーンマネジメントっていうような仕事もあります。 IT のところでもっとオペレーションをサポートするようなオペレーションエンジニアっていう人たちもいます。ここがこう配送にかかるところですね。今度は物を買ったり物を出品するそういったところに関わってくるような職種がコンシューマー総合職っていうところで、実際にアマゾンで販売をしている人たちの売り上げを上げる、そういったようなところもあります。あとはですね、広告に関わるものとか技術職なんですけれども、アマゾンのショッピングページを実際に作る人たちもいます。なのでアマゾンって一言で言っても本当にいろいろなところから支えられているかなっていうふうに思います。どの職種にも新卒から行ける可能性があるってことですか？今紹介したのはどの職種からも新卒で募集があります。それは一応希望は出せるんですか？ポジションに応募するっていう形になるので、1個だけ選んでいただいて受けていくっていったような感じです。自分がこういう強みを持ってたらこの職に向いてるとかって結構はっきり分かれるものですか？どれにチャレンジしたいのかなっていう感じですね。自分がチャレンジしたいところに1つ選んでチャレンジするっていう感じですね。面接のステップがたくさんあるって聞いて、チップスとかあったら教えていただきたいです。フローとしては最初にウェブテストを受けていただくっていうのもあるんですけど、その後の面接に関してはアマゾンの場合ってすごく特徴的で、なんでアマゾンにしたんですかみたいな、そういう質問ってあんまりしないんですね。アワーリーダーシッププリンシップルにのっとった形の質問をします。アドバイスとしてはぜひ何か頑張ってみたり失敗してみたり、いろんなことを経験をしていただきたいなと思います。アマゾンさんに受ける方ってすごい大きな挑戦して大きな失敗してきた人とかも多いと思うんですけど、どういうところで差別化されてるのかなっていうのは気になります。必ずしもリーダーであることが全てではないんですね。それよりも自分の中のリーダーシップを持って自分で考えて仮説を立ててアクションをして周りを巻き込んで最終的な結果がどうだったのかっていうのを見ることができる、最初から最後まで自分でチャレンジをするっていうところが違うのかなと思います。大きな企業なのでちょっとトップダウンがあるんじゃないかとか、あとは昇進が難しいんじゃないかっていうイメージがあるんですけど、そのあたりはいかがですか？トップダウンでこういったことをやってくださいねっていう風な指示が来る時もあります。ただそこから先アクションするのって私たちでどういったことをやっていかなきゃいけないかすべきかっていうところは自分たちで考えてプランして実行して成果につなげるところをやっていってるので、必ずしも私たちがロボットのように動いてるっていうわけじゃなくって、でそこの背景には私たちの思いが入っていたりとか、どういう風にやればいいんだっけっていうのをみんなで話し合って進めていっているので、自分たちの思いっていうのもすごく反映することができる仕事かなというふうに思ってます。 Amazon の評価基準360度評価で評価をされて実際にプロモーションするのかしないのかっていう判断をしています。その評価って OLP ベースで360度で評価をされてプロモーションっていう形になるので、難しいとかはなくって、そこには女性だからとか年齢がどうだとか働いてる年数がどうだとかそういったことは全く関係ない。ちなみにこれすごいですよね。これは T106 の FC が昨年の10月にオープンしたんですけど、 ARFC と言われるロボっぽい FC になるサイトはローンチ記念として飾ることが慣習になってます。どの工場でもあるっていう感じなんです。あります。機械の設備が入ってないサイトは手形だけなんですけど、今から見る AR って言われる自動化されている設備があるサイトに関してはこの2つのモニュメントみたいなのがローンチ記念としてあります。では早速いきます。すごい。すごい。自動で動いてる。いろんな種類のレシーがあって、こういうふうに黄色い玉、ポットっていうんですけど、ポットが入ってるサイトを ARFC と言います。で、私たち T106 カカオ FC は ARFC のサイトになっていて、カカオ FC ではこういった設備がない。自動で動くんですね。自動で動きます。 PIS が棚で、その中に入っている商品が全て在庫になります。この黄色い棚を青いドライブというものが自動で動かしていって、各ステーションに搬送されていきます。なので棚入れするステーションもあるし、棚から商品を取り出すステーションもあるので、各役割に沿ってこれが自動的に搬送してくれる。そこから物を取って梱包の作業に送られるっていうのがトップの流れです。ジャンル分け
せずいろんな商品があるんですね。それがアマゾン特徴で、いろんな商品が一つの棚に入っているっていうような状況なんです。それなんでかっていうと、一つの棚の中に可能な限り入れたいという思いがあって、そういうふうにしています。そちらの方が効率よくこの充填率を埋めることができるので、それがアマゾンの工夫になっています。ちょっとここから見るとだいぶ奥の様子まで見えるかなと思うんですけど、奥まで多分見えないと思うんですよ。なのでそれぐらいこの FC ってすごく大きくて、いろー、ここが最南端になるんですけど、多分最南端に行くまで5分ぐらいかかるかもしれないですね、歩いて。こんな感じでステーションがあって、ここのフロアだけで行くと車内でするステーションが100ステーションあって、でそこから棚から物を取るステーションというのが約28ステーションあるような形になります。で皆さんに今見てもらっているのは商品を棚に入れる、要は在庫化するプロセスになっています。なので皆さんが注文するであろう商品を在庫化するために、この棚に物をどん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 入れていく。ここから皆さんが Amazon のホームページに行って注文ボタンを押されたら、配送の指示がこの FC に飛んできます。配送指示が飛んできたものを棚から物を取って梱包するプロセスに送り出す、でそこから配送されるというような仕組みになります。皆さん多分 Amazon のホームページに行かれたら、在庫あと残り何点みたいな感じで出てくると思うんですよ。その時点にはこれが含まれていない。いないんですね。いない、でそして今ここで作業されている方が入れた瞬間に在庫プラス1になります。なんと私たちはいち早く在庫化したい、そしてお客様はいろんな商品を買える状態にしたいというのが私たちの願い。乗せられて、実際の配送するところまで
ということで、こんな感じでアマゾンさんを取材させていただいたんですけども、少しでも就活生のためとか参考になったら嬉しいなっていうふうに思います。ということで、他の企業もこれから取材していくので、よかったらチャンネル登録と高評価と、下の概要欄にアマゾンさんの採用のホームページとか載ってあるので、よかったら覗いてみてください。ということで、ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。